はい、えー。今回は、えー、リクエストいただきました。えー、こんな感じの、えー、文字のアニメーションの作り方を解説していきます、えー。まず、新規コンポジションを作成します。カット01。で、720p のサイズのコンポジションを作成しました。では、えー、ここにテキストを配置していきます。とーラーと。そして、まず、一行目のテキストを 用意します。そしてまず、はじめに、エフェクト、ブラー、ボックスを適用します。そして、ブラーの項目ですね。ブラーの半径を選択して、アニメーション、エクスプレッションを追加します。そして、ランダムを 設定します。で、このカッコの中に数値を入れていきます。2、10と。えー、これで、ブラーが2から10の範囲でランダムに動き続けるようになります。こんな感じですね。そして、次に1をランダムに動かしていきます。p を押して、1の項目ですね。アニメーション、エクスプレッションを追加。 で、えー、このエクスプレッションを使って、この1は縦方向にランダムに動くように設定していきます。えー、それ用の構文がありますので、コピーして使っていきます。いわゆるウィグルなんですが、通常のウィグルの構文ですと、この部分だけですね。で、えー、縦横両方にランダムに動いてしまうんですが、えー、こちらの構文は X、X 横方向ですね、と Y 縦方向をそれぞれ設定することができます。 で、えー、今回は縦方向だけ動かしたいので、えー、この X 横方向の数値は0にします。そして縦方向の数値を設定します。まあ、例えば、55と移動範囲、えー、2としておきます。で、これをコピーして、 貼り付けます。こんな感じですね。すると、えー、こんな感じで、えー、高速に縦揺れするような動きになります。エクスプレッションオフにすると、まあ、こんな感じでブラーだけがかかっているものに対して、オンにすると、こんな感じの縦揺れですね。が入っていきます。そして、次に t を押して、不透明度を設定していきます。まあ、ざっくり。 このあたりでキーフレームを打ち100%ですね。不透明度。一コマ後に80。さらに一コマ後に100に戻ると。いう感じですね。すると、こんな感じで一瞬点滅するような効果が出ます。で、このキーフレームを選択して Ctrl-C でコピーして、 ちょっと離れた位置に Ctrl V で貼り付けます。さらに Ctrl V、Ctrl V と。え、こんな感じでたまに点滅するような表現になります。次は、エフェクト。トランジションの。ブラインドを適用します。そして、方向は90度。 で、変換の値を少し大きくして、えー、幅を小さくしていきます。4。で、これもざっくりした位置で、一つキーフレームを打っておきます。えー、変換終了0の状態で、一コマ進めた後に、 25%ぐらいですかね。すると、えー、こんな感じで、しましまの状態になります。そしてさらに、一コマ進めて、また、0にすると、こんな感じで一瞬、ボーダーのような表現ですね、となります。えー、これも同じように、選択して、 コントロール C でコピーして、別の位置にコントロール V でキーフレームを貼り付けていきます。こんな感じですね。すると、こんな感じの表現になります。ちょっとブラウト被するような場所があってもいいかもしれませんね。 こんな感じをしておきます。これで基本的な動きの設定はできましたので、テキストを15コマのスタート位置に移動します。そして Ctrl D で複製し、文字を打ち替えていきます。えー,ーと。 てこんな感じですね。そしてスタート位置を15コマ後ろにずらします。 さらにもう一つコントロール D で複製し、15コマ、後ろに下げて、打ち替えていきます。 こんな感じですね。すると。はい、これで完成です。今回は以上です。またお会いしましょう。